あの人の現在。キャリーパミュパミュ、現在何してる？若者から絶大な支持を得て、個性的なファッションとパフォーマンスが注目される歌手でありファッションモデルのキャリーパミュパミュ。彼女のすっぴんの目が怖いと話題になっているそう。そんな彼女の現在とは。2018年2月8日放送のラジオ番組スクールオブロックで3月に番組から卒業すると発表したキャリーパミュパミュさん。レギュラーラジオ番組がなくなり、テレビでもあまり見なくなってきました。そんなことから最近では新曲発表もなく、 CD も売れない状況で引退するのではという噂も流れています。ではそんな彼女は現在何をしているのでしょうか。以前からレギュラー出演している世界のなんだこれミステリーで MC をしています。そしてキャリーパミュパミュさんの歌手活動を見てみると、楽曲は2017年4月5日にイースターをリリースした後、全く新曲が発表されませんでしたが、2018年4月11日にデジタルシングル君の味方がリリースされました。そして秋からは全国ツアーが予定されています。歌番組にも出演されていますし、ライブ活動は続いているようです。以前のように毎日のように見なくなってしまいましたが、相変わらず活躍されています。しかし可愛くポップなイメージは10代まで、もはやちょっと年齢的に厳しいという声もあり、今後の彼女の動向も気になりますね。干された、消えたとも囁かれていたキャリーパミュパミュさんの現在は、以前からのレギュラー番組世界のなんだこれミステリーの MC として出演しています。 CM では整形疑惑で彼女の目が怖いと話題になりましたが、やはり可愛らしい印象は健在です。そして今年秋からは全国ツアーが予定されています。今後のキャリーパミュパミュさんの楽曲も期待したいですね。